はじめまして。僕は、ヤガミライト。今日から、君たちと共に、このベースキャンプで活動することになった。<laughs> と言っても、君たちとは違って、強靭な肉体も、すさまじいパワーも備えてはいない。僕は、ただの人間さ。リュウク、本当か僕は、そろそろ行くよ。それじゃあまた。いいさ。今はまだ。リュウク、よせ。驚かせてすまない。 こいつはリュウク見た目はこんなだが危害を加えるようなことはしないリュウクのことは気にしないでくれ君に声をかけたのは他でもないあのアンジェラという女のことだ彼女を救出したメンバーの中に君がいたと聞いた何か話を聞いていないかどんな些細なことでもいいあの女が持っていた本にはきっと重大な秘密が隠されているはずだ何でもないですよ 少し聞きたいことがあっただけなので、ええ。ベースキャンプ内では話題の女性ですからね。それじゃあ僕はそろそろ呼び止めて悪かったね。いや、<laughs> 安心してくれ。僕は何者にも操られていないから君は間近で見たんだろう。仲間たちが何かに操られたところを僕は今回の件の原因が ベースキャンプにいるある人物にあると睨んでいる初めて会った時に言った通り僕は強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいないただ頭を使うのは得意でね恐ろしくってのは余計だよリュウ君そういうわけで君にも協力を頼みたいそうか協力してくれるか助かるよそれじゃあまずはルフィ達から情報を集めてきてほしい 見て分かっただろ。こういうわけで、君には、彼らの動向を調べてほしい。しかし、おかしい。このベースキャンプは、異世界アンブラスの中にあって、外部からは観測できないはず。言いにくいのですが、これは、何者かが敵をこのベースキャンプへ手引きしたとしか思えない。長官、敵を手引きした者がいるとしたら、それは、 逃げてばかりもしかして。長官すぐにベースキャンプ内の監視映像を確認してください長官このモニターに映し出されている場所はなんてことだ。まさか彼がしかし、回収したコズミックキューブは、敵の手に渡ってしまった。敵は、サンジの手引きによって、ベースキャンプに侵入したと思われます。はじめは。 アンジェラが持っていた黒い本を奪いにやってきたと思ったんだが敵の狙いはコズミックキューブにあったそれが賢明でしょういや君か何をしているのかって実は長官に頼まれてアンジェラを探しているサンジと共に彼女も姿を消したんだ以前ベジータが戦場で操られていた者たちは 出撃前にサンジと会っていたと疑っていたが、僕が睨んでいたのは、アンジェラの方だ。一連の騒動は、彼女がこのベースキャンプにやってきてから始まった。これから、そのことをみんなに知らせる。君は引き続き、サンジの行方を追ってくれ。ちょっといいか君に、ぜひお願いしたいことがある。やはり、こういうことだったか。ええ。みんな今頃、 レプリカと戦っている頃ですよ。僕を覗いて。それで、アンジェラ。どういうことだつまり、今の君はアンジェラではないということか。みんなが出撃するのを見計らい。手薄なベースキャンプを叩く。種を沸かせば、どうということはない。そういうわけにもいかないのさ。シンプルながら、悪くない仕掛けだったろ彼女のことは、少し待ってくれないかああ。 僕は、八神ライト。あなたに、話があってやってきた。今回、彼女の作戦は、惜しくも失敗した。しかし、アンブラスベースに、少なからずのダメージを与えた。それに加えて、大量のコズミックキューブを入手し、そのおかげで、レプリカの大量生産も叶った。そうだろ <laughs> 簡単なことさ。彼女は、ベノムズにとって、必要な戦力。ベノムズがこのままいてくれることは、僕にとって都合がいいんだ。感謝するよ。新たな任務だ。久しぶりだね。申し訳ないことに、収穫はゼロだった。君が戦ったガルナも、レプリカだったと聞いたよ。それと、カインが元は人間だったという話も。 確かに人間があんな力を持つのは考えがたいそうですね頼んだよカインの目的は世界の破壊そのためにコズミックキューブを集め何かを計画していることは間違いないこのまま戦いが長引けば戦況は不利になる一方だ敵の本拠地については僕の調査ですでに目星はついているこれまで世界各地に分散する形で隠され 所在不明だったコズミックキューブがここに来てあるエリアに集結しつつあることがキューブの強いエネルギー反応で明らかになった無事のようだな急いでくれ先に向かったメンバーたちがベノムズに押されているみんなナビゲーターからの通信で長官のことそれにガレナの目論見について聞いた長官のことはまだ信じられないしかし 今はうろたえてる場合じゃないガレナの言っていたことは本当だ世界各地であの女のレプリカが暴れ多数の被害が出ているだが今は長官いやプロメテウスの計画を阻止することに全戦力を集中させるしかないかもしれないし,しかしあなたたちはわかりましたでは作戦を練りますひとまずベースキャンプに戻ってください ガレナのレプリカが暴れているエリアは、今伝えた通りだ。君を呼び出したのは他でもない。ガレナらしき女が、ニューヨークに現れた。ルフィたち、ベータチームと共に、再度、ニューヨークに飛んでくれ。時間がない。頼んだ。聞こえるかみんな。ガレナの居場所が分かった。一足先に、サンジが向かっている。今から座標データを送る。すぐに向かってくれ。僕にも事情があってね。わっ <laughs> <laughs> そんなこともわからないのかリュウク世界をより良くするために決まっているじゃないか僕はいつだって世界のためを思って行動している今までもそしてこれからもそしてそのために僕は必ずデスノートの力を取り戻す